ユーリー・ミハイロビチ・マルーシンは、ソビエト連邦、ロシアのテノール歌手。ロシア連邦共和国人民芸術家。ソビエト連邦国家賞受賞者。現在のペルミ地方の小都市キゼルに生まれる。普通教育の傍ら、声楽の技術習得に励み、兵役終了後の1969年に、レニングラード音楽院に入学、オリホフスキー教授のクラスに学ぶ。 在学中の1972年には、レニングラードマールイ劇場に招かれ活躍していた。1975年に、音楽院を卒業し、翌年のエルケルコンクール、ビオッティコンクールに出場し、優勝。1978年のカティア・ポポは、国際音楽祭でも、金賞を得ている。1977年から1978年にかけて、 ミラノのスカラ材研修のため派遣される。1982年にアバド式によるベルディのオペラシモンボッカネグラでガブリエレ・アドルノを歌いイタリア音楽協会から最優秀外国人歌手としてベルディ賞を贈られている。1980年にキーロフ劇場に招かれ以来30年以上にわたり同劇場でソリストとして活躍している。 ウィーン国立歌劇場をはじめとする世界各地の歌劇場への客演も多い。太島は映像。以下はフィリップスレコードにゲルギエフ式マリンスキー劇場のソリストとして録音したもの。少年は参考文献、ロシア音楽辞典では1947年、日本で発売されたメディアの一部のライナーノーツでは1949年となっている。ここでは、 ロシア発信の情報によった。ありがとうございます。